ちはじゃない、こんばんは。こんばんは。あ、すごい、すごい、すごい。こんばんは、皆さん。ちょっと待ってね。初めてなの。ね、びっくりした人いるかもね。水沢しかかった。ありがとう。こんばんは、水沢まーです。どうしよう。いや、立ってなきゃ、あれだな。ちょっとね。こんばんは。これはマネージャーさんの携帯になっております。あ、すごい !121 人。え、みんなありがとう。インスタ始めました。インスタライブ始めましただね。ありがとうございます。いっぱい。え、ありがとう。皆さん、こんばんは。どうも、芹沢マーです。これはね、ちょっとだけなんですよ。今ね、ボイトレがありまして、それが終わったんで、ちょっとだけなんですけど、やらせてもらおうかなという、あれですね。はい。あれですね。はい。なんかありますか？なんかありますか？配信者が言うことじゃないの。なんかありますか？え、すごい !151 人見てくれてる。ありがとう。ありがとう。いっぱい見てくれてる、ありがとう。こいこいね、ありがとうございます。ティフィ、お疲れ様です。いや、こちらこそありがとうございました。もうね、楽しかったよ。ボイトレで曲練習するの、あ、ちょっと待って。そうそう、曲。あ、待って、もう、うっか、おいしょのモアですが、あれになってる。モアになってるな。やだやだやだ、恥ずかしすぎる。なんかね、プランとかないんですけど、今回のあれに、ショッピングモールじゃなくて、インスタライブにないんですけど、はい、終わったばっか、ちょうど5分ぐらい前に電気つけてんだよ、これでも。心霊写真みたいになっちゃう。ごめんなさい、これが。あ、立ってやりますか。意外とできるかもしれない。あ、ごめんなさい。そうだね、間違えた。あ、こっちの方が良かったりする？光のあれかな。すごい。今この図をね、誰かに見てほしいってぐらいね、面白い。だって立ってインスタ配信してるの。コメント開いちゃったらどうやって消すのか分かんないから、モアですってお送りします。お腹鳴った。今日のファッションのポイントは、まずこれはちょっとね、あんま関係ないんだけど、このなんか今日ワンピースなのよ。かわいいの。長めの足首ぐらいまであるワンピースがとてもかわいい。あとね、これがこれちょっと友達とお揃いのやつです。もあちゃんだ。はい、私です。秋っぽいね。そう、ママにね、いいかなって言ったら、いいんじゃないって言われたもんで、着てます。着てさせていただきます。みんなめっちゃ見てくれてる。ありがとうございますね。これさ、質問ちょっとやってみようかな。どうしよう。この、これ質問送れるんだよね、確か。なんか、皆さんの iPhone とか携帯で、下の方に、ハテナマークあるから、それを、あと15分ぐらいかな。ハテナマークがあるんですよ。四角いハテナマーク。そう、それを押していただいて質問を送ってください。ミシナさんと写真撮ってた。うかちゃんと写真撮らせていただきました。まだ見てないよって方に見せてあげると、こんな感じです。ちょっと待ってね。ちょ待ち。あ、また開いちゃった。コメント欄もやだ。またモアでして出さなきゃいけないのにも。これさ、直し方わかんなくて。ちょっとうかちゃんとの写真は、こちらになります。かわいいよね。
めっちゃ緊張したよ。まず話しかけに行くかでも緊張してて。お、いっぱい来た。どうしようかな。あ、これ、いいね。面白い。これは、どこかっていうと、最近はグレイルっていうお店なんですけど、今日、最近、あれに行ったんですけど、GU に行って、この上の服は買いました。めっちゃお得だった。そう、グレイルっていう、通販サイトかな。で、あとね、GU が多いかな、最近は。あ、ミシナルカちゃんは中山リコちゃんとリッタンと友達のルカちゃんです。そう、これかな。で、GU めっちゃいい、かわいい。これ面白そう。一緒に写真撮りたいアイドルさんは、誰だろうね。いや、これまで撮ったことない方とかで考えてみたら、もうルカちゃんとかシオリンは撮らせていただいてるんで、誰だろう。誰だろうね。なんかね、誰だろうな。いっぱいいるな。でも、誰だろう。でもいろんな方撮ってほしいんだけど、自分が好きなアイドルさん、あ、坂道グループさんだと、もうね、多分無理だけど、乃木坂46さんの斉藤飛鳥ちゃんが好きなんで、撮ってひよ。いただきたいなって思います。タコニジさんは撮っていただいたことあります。そう、撮ってもらったの、めっちゃ嬉しい。あ、これ面白い、面白いって答えたい。美味しかった。なんか最初お弁当って聞いてたから、なんかティフってケータリングがめっちゃなんか豪華なイメージがあって、だからなんか、あ、今回はお弁当なんだ、まあそうだよなと思ってたら、今回はね、今回も去年みたいに、なんかね、そう、ケータリング？なんていうの？あって、私はお昼はツナとトマトのパスタで、夜が、ちょっとこれつけよう、夜がジャージャー麺にしました。そう、美味しかったよ。でしょ？ジャージャー麺めっちゃ美味しかったよ。そう、それでした。はい、うん、冷製パスタだったよ。美味しかった。くしゃみ出そう、止まってくれ。エビチューさんの好きな曲は今、なんだろうな。リジュちゃん来た？リジュちゃん、あ、待って、こっち来て。リジュちゃん来た。めっちゃ美味しかったよね、ジャージャー麺。だってね、4人ぐらいジャージャー麺にしてたよね、昨日の夜ご飯。めっちゃいっと、あ、またモアですって歌わなきゃいけなくなっちゃった。もうこれどうやって、あれ、いや、これどうやって直すのかわかんないもん。セビチュさんの好きな曲は、なんだろうな。いろんな曲が本当に好きなんだけど、禁断のカルマが好きです。はい。これだ。アイコンが私の。アイコン。点数取れた教科は、取れたっていうかわかんないけど、僅差で国語が勝ちました。理科と国語で国語が勝ちました。2点差。ちょっと何点か目標じゃないわ。想像にお任せってやつでお願いします。最近シャンプーは何？ママがインスタのおすすめで出てきた一髪のやつ、めっちゃいい匂い。あとね、8って書いてあるやつ。
名前が分かんないけどボトルに蜂って書いてあるやつはめっちゃおすすめ。それめっちゃいい匂い。国語取りか。何？あとなんだ。どうしようかな。あ、マスターさんので答えたいな。マスターさんの好きな曲はなんだろうな。ちょっと待って、私のプレイリストから。でもなん本当になんかいろいろ好きなんですけど、なんだろうな。最近だとサンデーサンシャインとか、あのサンデーサンシャインっていう曲とか、あとはバスタブアロマティックとか好きです。可愛いから曲がめっちゃ。ちなみにつかみアーリンさんも使ってたとか。そうなの？それが昨日のアーリンさんのさ、衣装といい、本人といい、めっちゃ可愛かった。もちろんしおりも可愛いんですけど、もうね、あのみんな可愛かったです。もう髪色何にしたい、髪色何にしたい、何がいいかな。でもあのね、ピンクっぽい色やってみたい。あ、戻った、よかったよかった。そうですね、そう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 。カバーしてみたい曲ありますか？誰でもいいなら、誰でもいいな、もう勝手に決めちゃう。誰でもいいなら、誰だろう、誰でもいいなら、誰だろうな。待って、何がいいか、誰でもいいなら。じゃあ、スタダ関連で言ったら、ももクロさんの、ロックザボート。ですね。やだ、もうみんなでやる設定、もうお腹すいちゃったよ、もうお腹すいちゃったよ。もーちゃんが好きな、プリクラの機種。なんだろうね。あ、おすすめは青春と、青春おすすめ。かわいい、かわいいっていうか、綺麗に映る。うん。全部綺麗に映るんだけど、そうそう。よきよき。踊ってて一番楽しい曲は、最近だと、もう全部楽しいけど、時たま、時光り輝く螺旋の玉という曲が好きです。好きです。あと何だろう、最近見て面白い夢ありますか？痛い、何だろうな。でもなんかわかんないけど、なんかね、私と水葉ちゃんと、あゆみちゃんと、そらちゃんが出てくる話で、なんかショッピングモールじゃない、なんかね、道があって、そこの横に、なんか、お店があって、で、お店に中になんか水葉ちゃんがいたのね。で、その横を私とあゆみちゃんとそらちゃんが通り過ぎて、水葉ちゃんと会うっていう夢、ありましたね。はい。最近ハマってる香水の香りは、最近ハマってるのは、あの、ミスディオールのやつを使ってます。かわいいし、いいね、なんでおすすめです。あと何にしようかな。好きな髪型、好きな髪型は、なんだろうな、あとねハーフツインも好きですけど、ハーフツインも好きだけど、
あとね、うん、あのポニーテールも好きです。あ、昨日の徳井健太さんとのトークはどうでしたか。これはこっちに来てるやつじゃないですけど読みました。なんかもうあのなんかね、予定していた話す内容とは違かったんだけど、もうやばかった、楽しかった、もう楽しかったですね。はい、全部もう本当に楽しかったですね。これでも見たい映画はありますか？見たい映画は、なんだっけ、今やってる怖いやつ。映画怖いの。調べよう。映画怖い。今やってる怖いやつ。あ、事故物件。見てみたい。でも友達がね、見に行ったらしくて、怖かったというところ。なんか、やめようかなとか。なんかね、あれ、あのトラウマって言われた。好きな K-POP のアーティストは TWICE さんです。ごめん、あと5分ぐらいで終わります。そう、 TWICE さんです。はい、土日何してました。土曜日は買い物、日曜日はライブしてました。フリートークは得意ですか？あまり得意ではないかもしれないとは自分では思っている。会ってみたい有名人は、あ、これあれですね、普通に読んじゃったんですけど、ニコルンさんです。もう可愛くて好きです。もうよく私のロック画面になってます。ちょっとニコルンさんさせていただきます。春夏秋冬、どの季節が好きですか？秋と春。なぜなら、なんか暑すぎず寒すぎずっていうのがもう良きだと思うから。よくない？もう秋とか今の季節も最高って感じもあるわ。今日のリップはルマンドリップです。ちなみに、あと何があるか、目標のライブ会場は、なんだろう、 NHK ホールです。もうごめんね、めっちゃ早くね進んじゃってんのよ、もう質問が。もういろんな人のやった。いきなりトークさんで一番仲良しな子は誰ですか？なんか私は仲良く、いや、なんかあのね、結論から言うとみゆちゃんなんですけど、あの藤谷みゆちゃんなんですけど、仲良くなりたいし、仲いい、なんだろうね、なんかもっと喋りたいなと思います。はい、で出したいグッズってありますか？物価で出したい、ごめんね、ちょっと暗くて画面が。物価で出したいグッズは、ちょっと自らこれ、物価で出したいグッズは、何だろうな。なんでもいいんだよな。なんでもいいやな。あ、そういう意味で、なんだろう、ポーチとか、出してみたいです。最近、あ、これね、あるよ。最近お気に入りのお菓子ありますか？そら豆って書いてあるお菓子が好きです。キュンです。じゃあ次、ラス1にしたいと思いますね。
そら豆のなんか、そら豆のお菓子があるんですけど。ああ、もう、じゃあでも、食べ物屋さんでいいや。食べ物屋さんは、なんだろうな。なんだろうな。うちの家のママのご飯です。食べ物屋さんじゃないけど、うちのママのご飯です。以上になります。以上になりましたね。はい。じゃあ皆さん答えてくださった方ありがとうございました。楽しかったです。うちのママのご飯はもう美味しいです。そうそうそう。めっちゃ美味しいよ、ママのご飯。いや、本当にあの、もう私はママの今の唐揚げが食べたいです。っていう気分です。はい。じゃあこんな感じになりました。もう急遽ですが見てくださった皆さんありがとうございました。もう楽しかったです。はい、あ、ごめん、今来たって人いる。ごめんごめん、ちょっともうね、ちょっと終わりにしたいと思います。またまあね、いろいろ配信やっていきたいと思います。そしたら見てください。ありがとう。バイバーイ。